ノルウェー南部の湖で調理する少年たち野外調理、あるいはアウトドアクッキングは、野外における調理であり、台所での調理と根本的に異なる。野外調理の大きな特徴として、屋内調理と異なり調理場所を定めることが困難で、あることである。その結果、キャンプやトレッキングにおいて、野外での食事を準備するための技術と特殊な道具が開発された。 このような調理技術は伝統的に北アフリカのベルベル人や北アメリカの先住民族、移民のような遊牧民文化と関係があり、それらの技術を現代に引き継ぎ改良して野外レクリエーションに用いられている。現在、西洋諸国において野外調理の伝統を維持し発展させる活動は野外リーダーシップ訓練やアウトワードバウンドのようなボーイスカウトや野外教育により、 また野外活動の組織に近しい作家や料理人により行われている。屋外向けに通常用いられる食品は通常の台所向けとは幾分異なっており、また調理を行う野外活動の種類によっても相違がある。公共のキャンプ場では食料品店が近いため新鮮な肉や野菜を用いて様々なレシピを調理できるが、返京などそういった食品を即時に 確保できない場所では、水分量が多い新鮮な食品を多く運ぶことができないため、乾燥した肉や野菜、ラーメンやポレンタ、乾燥ポテトフレークのようなデンプン食品が主である。両分野の野外活動専門家は、山菜や果実、魚やジビエのような現地で採取できる野生の食物を使う場合もあるが、特に辺境のキャンプにおいては、部分的。 または完全な菜食となることもある。キャンプ用の食料は長時間のハイキングのエネルギー源として高脂肪、高炭水化物であることが多く、ハイカーはトレールミックス、チョコレート、エナジーバーのような高栄養の軽食、スポーツドリンク等を主に摂取する。水は非常に貴重であることから塩素やウ素のような殺菌剤や化学処理の風味を抑える粉末ジュースも重要な。 食料である。レシピは相当な計画と準備を念頭に入れ、家庭で材料をし調理して、野外で調理するものが多い。多数のフリーズドライ食品がアウトドア用品店で販売されており、水を加えるだけの即席食品もスーパーマーケットで容易に入手できる。一方、野外活動専門家は、各ハイカーが生の食材を選択して、野外で 下調理から行うことを指示している。野外料理、多人鍋野外調理の最も伝統的な調理法は、キャンプファイヤーを用いたものである。キャンプファイヤーは、多くの手法で食品の調理に用いられる。キャンプファイヤーの調理法は、今度の発明前の、または今度がない地域での日常の調理と同じである。の使用が許可されている地域のトレッキングでは、 余分な設備を持たずキャンプファイヤーで調理できるが、キャンプファイヤーの多くは日帰りキャンプ場で行われる。キャンプファイヤーで調理する食品は、不慣れな人には意外と難しい。また、火災の危険があるため多くの地域でキャンプファイヤーは違法行為とされており、キャンプでは携帯コンロを用いることが多い。炙り焼き、編集キャンプファイヤーでの調理で最も簡易かつ。 一般的な方法は食品を長い串に刺して炎の上に固定し炙り焼きにする調理であるホットドッグの調理やマシュマロを焼いてスモアを作る方法として一般的であるマジャル人はサロンナをキャンプファイヤーでローストすることが多い串の他にパイアイアンも使われ具を挟んだ薄切りパンを挟んで熱した炭の上で調理する肉の調理で ローストはグリルに対して肉汁を再利用できる利点があり、食品の元に耐熱容器を置いて集める。焼き料理、編集石窯の考え方を応用して、天板を炎の上に置くことで焼き料理ができる。これは多くの国でパンやパイ、その他の調理に用いられた一般的な方法であり、現在も特にキャンプでの肉詰み料理で多く用いられる。グリル、 編集グリルもまた簡易な調理法であり、煙の風味がする料理を作る。キャンプファイヤーでのグリルは通常の炭火のバーベキューと同じ方法である。食材を単にグリルに置くとも終えるため、常に注意が必要である。食材を固定する取っ手付きグリルは食品の温め、ハンバーガーやソーセージのグリル、またはトーストを焼くために使われる。焚き火が許可されていない場合、 軽量の炭火グリルが直火グリルに使われる。フライ、編集フライが不要なことも多いが、旅先で魚やジビエを捕獲した場合や、ある種のパンやデザートの調理にも使用する。キャンプ用フライパンは、携帯用に、取っ手がなく、留め具で掴んで調理するものが多い。一般に、バターやラード等の動物性油脂は、安定しておらず、キャンプに向かないため、キャンプではフライに、 植物油またはマーガリンを使用する。キャンプ用フライパンは通常非常に薄い金属製であり、特に加工の小さい携帯コンロで食品を均等に調理するには注意が必要である。通常、フライパンを素早く動かして火力を低全体に伝える時計回り技術が好ましい解決策だが、このお核器を使って同じ効果を得ることができる。また、キャンプファイヤーでは スパイダーと呼ばれる足つき中鉄鍋での直下の小さな火の調理も好まれる。平たい石を直火の上に置く即席のグリドルを作り食品を石で調理することもできる。ゆで料理、編集特にバックパッカーにとって旅行中にお湯を沸かすことは最も一般的な炊事であり調理や食品の戻し、温かい飲み物、洗浄、飲み水の消毒に用いる。このため 携帯コンロは1リットルのお湯を沸かす時間が基準である。実際、商用コンロには湯沸かしに特化して、フライや焼き料理にも使える製品がある。キャンプ用フライパンと同様に、キャンプ用ポットは非常に軽い素材で作られる。水の熱量のため心配は少ないが、調理ではポットの量が少ないため空抱きして、食品を焦がすことのないよう注意が必要である。他に、 燃えない容器を炎の上に置く場合もある。ダッチオーブン等の鍋料理、編集西部開拓時代と密接に関係する伝統的なダッチオーブンは重い中鉄の鍋で伝統的に三つの足と熱した石炭を置くための縁取りがある蓋を持つ。このような鍋はバックパッカーには重すぎるが、集団でのキャンプやバーベキューに用いられることが多い。火の上に鍋を吊るしての調理は、 風情があるが、こぼれやすく、現地の材木で作るのは難しい。通常は金属製であり、歴史的にコンロが発明されるまで、家庭の暖炉で用いたものと同じである。2本の鉄の棒寒を、鉄の部品で渡し、鍋を様々な高さに吊るして炎から温度調節をする。炎の上にグリドル、グリル、焼き串を吊るすこともできる。木材で作る場合、 ロープで縛り二組の三脚を作るとロープは溶けたり燃える危険がある。細組が安全であるが作成が難しい。野外で見つけた材料で作ったオーブン三脚での調理に変わる良い方法は直火の上での調理である。これをまさしく行うためには火力は程よい炭の層で燃え尽きて炎が出ない炭火の状態とする必要がある。鍋を炭の上に直接置くこともできるが、 炭火を消すことが多いため好ましくない。火から離して鍋を置くために鍋の両端に同じ大きさの小さな木材が使われることが多い。キャンプ用のダッチオーブンは鍋の下に3本の足があり、この役割を果たす。大体で3つの石や金属くずの塊を使用して空気の流れを保って燃焼を最適にする。この方式による調理の欠点は鍋が すすと灰により洗い落とせないほど黒くなることである。調理前に鍋の外側に薄い石鹸の層を作ることですすと灰を予防できる。すすと灰は石鹸に付着し、調理後に容易に洗い落とせる。蒸し料理、編集竹蒸し二重鍋での蒸し竹等の植物を使用した蒸し料理も可能である。この調理法では切った竹を斜めにして火にかける。竹は 内部で分けられており、水を一番下に注ぐ。食品を一番上に入れ、一番下からの蒸気で蒸し上げる。他の蒸し焼き調理、編集最初の蒸し焼き調理は、アースオーブンであり、火を起こした穴を単純に覆う。この料理法は、ポリネシアのウム、中央アジアのタンドール、ネイティブアメリカンクラムベイクの調理法の中に見られる。もう一つの一般的な技術はアルミホイルに包んで、 薬調理法である。食材を耐久性のある鈴やアルミニウムのホイルの中に包み、熱した炭の上、または中に置く。ベークドポテトは通常この方法で焼かれるが、すべての食事をこの方法で一つの包みで調理することもできる。アルミニウムや鈴の他に、有機物もしばしば用いられる。バナナの木などの葉は十分な量の油分を含むため、 炎の熱に耐えて発火し燃えることがない。食材をホイルで包む調理法ではホイールと食材の間にシリコン加工シートなどを挟むレシピが適用された。調理法全体はフランス料理で開発された包み焼きの手法と類似しているがより堅牢に包む。他の単純な方法はギリシア料理のクレフティコのような食材を粘土で包む調理法、歯で包む調理法、 および食材を乗せた板を炎の上に置くプランク焼きである。日の川、または中で熱した石の上に食材を置く石焼き料理もある。長距離トラック運転手、自動車旅行者、およびラリー選手は自動車のエンジン部品上での調理に頼ることがしばしばある。料理本、マニホールドデスティニーはユーモア本でもあるが、この調理法の正式な基準とされている。食材を 数層のアルミホイルで包み、エンジン本体、または、他の加熱した部品の上に固定する。危険が低く安定した火山活動がある地域では、溶岩料理が特別料理として行われている。食材は直接溶岩に乗せず、湿った包まれるで包まれる。包んだ葉は使い捨てで、表面が削り取られるか、料理が出される前に冷ました溶岩と共に片付けられる。伝統的に、 ダッチオーブンがキャンプ用に特別に設計された。このような鍋は現在も広く使われているが、そこが平面のコンド用タイプは希少品である。この鍋は燃焼した炭の上に置き、しばしば鍵穴型の焚き火から蓋の上に追加の炭を置く。通常キャンプでは炭が落ちないよう円ありの蓋が用いられる。ダッチオーブンは中鉄またはアルミニウム製であり、 重量があるためトレッキング向きではないとされる。ダッチオーブンは、シチューや骨付き肉、パン類のような調理に長時間を要する料理に適している。キャンプでのパン焼き調理は、携帯コンロ向け器具以外にも、長期キャンプでは土マを作ることもできる。携帯コンロは、木材のような燃料が乏しい場所、または、焚き火禁止の環境で広く使用される。このような器具は一般に、 液体燃料を用いるが、コンロ設計によっては、プロパンのようなガス燃料、木くずや、ヘキサミンのような固形燃料も使用される。米国フロントカントリー地区のキャンプでは、屋内用、ガスコンロと同様の機能を持つ二口モデルが多く、使用されるが、一般に、トレッキング用コンロは、通常の台所用器具よりも小型で火力が弱く、アルミニウムやチタン製の軽量調整。加えて、 野外で特殊なオーブン器具なしのパン焼き料理調理法。熱源の上に鍋を反転させた調理。ダッチオーブンの蓋の炭を模倣して、鍋の蓋に小さな火を起こす小枝の火がある。反射オーブンは火の側の地面に設置して熱放射を集める。ソーラークッカーは環境負荷を最小限にする場合、または単に必要な場合に時折使用される。セラミックグリルには、 様々な外観があり、単純な形状では古来から使用されている。現代の調理器具の多くは美しいデザインで装飾されている。このグリルでは熱を保持し蒸気を閉じ込めるため十分に効率的に調理できる。高品質のグリルの多くは対抗性であり、グリル、バーバキュー、訓お及びパン焼きに一年中使用できる。その他の利点には、 加熱時間の短さと高熱箇所のなさがある。最小限の炭を使用し燃料効率が高く高熱箇所がないため子供に対して安全である。熊の生息域では調理作業と食材保存場所が動物を引き付けるため特別な注意が必要である。調理場所と食材保存場所はやえ場所から十分安全な距離を取らなければならない。食材は クマ缶やベアバッグに入れて木や支柱に吊るす必要がある。他の動物、特にアライグマ、リス、スカンクやネズミも引き寄せられる。ありがとうございます。